織田の方々、急ぎ城内へ。今から警備は停止でございます。
おじき、はめた積もりがはめられてた。しまった。マサムラの願いでは偽りでしたか。さて、そろそろ我が運命を奪いに参ろうか。 秀に代わり、指揮を襲う。宮野、松坂軍を押し返すんじゃ。そう、秀吉、貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しいものだ。 おいつ様を狙っとる。いや、院長に指揮なんてやっとれは。開門。織田の将どももとまとってやる。 爪を投入する。久秀の増長もこれまで。任された。主の不敵は軍師が挽回する。なんと麗しき主従愛。 Yeah.
剣心止めねばならない。愚か者どもが継がれおったわ。よく行くぞ。一旦しかれよ。奪たらきで返すのだ。 様々な関係を下ろすも戦力差は埋め難い。涼しい顔の信長が行く。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。 撃ち取ったり。我が劇楽しんでいただけたかな。久しぶり。次はお主の妻の弁明をさせてやるぞ。結構だ。任せる。 撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。彼女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 。彼
増援が到着しました。今度こそ久秀を追い詰めましょう。やっちゃうのじゃ。残そると。残そると。長身。まだあんなにも兵力を。こうなってはもはやし。 引くしかない。
結局、信長は打てずじまいか。どうするのかな、増永殿。こうなったら、派手に自爆してやるわ。さすれば、運命は我が輩の手の中のままよ。